茨城おもしろ研究所。今日はですね、神栖市名産のピーマンを使ったメンチ、神栖メンチというのがあるので、そちらの美味しさを数値化しようと思いますよ。というわけで神栖市 PR 大使山中貴俊です。同じく神栖市 PR 大使のオスペンギンのデレスケです。はい、そしてね、この神栖メンチを手に入れるべく今日こちらに来ております。神栖市のお肉屋さんであり、お惣菜屋さんでもある勝見屋さんでございます。はーい。この勝見屋さんはですね、結構このいろんな方から美味しい美味しいよと聞くお店ですし、はい、はい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 、まあ、神栖メンチも手に入るということで、はい、すごく楽しみでございます。はい、じゃあちょっと買いに行ってきます。お願いします。早いな、言うの。買ってまいりました。はい、長細いんですね、形は。はい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 、ね、というわけで、はい、買ってきましたんで、はい、それでは早速オスペンギン式美味しさ衝撃数値化システムというのが実はありますんで、まあ、こういうことのものでございます。このね、僕が開発した、オスペンギン式美味しさ衝撃数値化システムを使いまして、美味しさを数値化しようと思います。はい。さあ、というわけでオスペンギン式美味しさ衝撃数値化システムのセッティングが完了いたしました。いや、セッティングが完了ってただ置いただけでしょ、ここに。システムの方を作動させていきたいと思います。食べるだけでしょ。さあ、どのぐらいの数値が弾き出されるんでしょうか。いただきます。はい、あ、いただきません。システム作動。おいった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 よ。どうだどうだ。あ、飛ばないか今日。あれ、え、飛ばないことあんのこれ。うまーい。おー、いったいったわ。うまーい。おー、うまーい。おー、うまーい。いったいったわ。測って測って。あー、そうだそうだ。いったよこれ。うまい。測って、端からでいいんだね。うん。おー、いったいったいった。81。お、81。はい、81ということは、神栖メンチの DIP は 81DIP ということになりました。衝撃だった。まあね、でもじゃあ僕はね、結構吹っ飛び慣れしてきたんじゃないのと。はいはいはい。だから81飛べたんじゃないの、はい、思う方いると思います。はいはいはい。まあ、念のため、じゃあスーパーとかね、どこにでも売ってる、はいはいはい、まあ、美味しいですけど、まあ、一般的なメンチカツでちょっと測ってみようと思います。なるほどね、はい。さあ、というわけでこちらに、まあ、どこにでも売ってる一般的なメンチカツを用意しました。はい。さあ、こちらではね、どのぐらいの美味しさ衝撃数値が出るんでしょうか。そうね、これはね、まあ、美味しくても衝撃を受けるほどの美味しさじゃないと、うん、数値がなかなか出ないというのがあるんですね。はい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 、はい。まあ、とはいえね、まあ、美味しいものではありますから、うん、ちょっと測っていこうと思います。はい。システム作動。あ、食べた食べた。どうだ。あ、お、お、これ飛ぶぞ飛ぶぞ飛ぶぞ。あ、飛ぶぞ。あ、飛ぶぞ。あ、いやいやいや、明るい必要ない、明るい必要ない。ゼロ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 、ほら。え、ゼロだもん、ゼロゼロ。いや、美味しかったんだけどね。ゼロゼロゼロ。まあ、だから、一般的なものだから、衝撃を受けるほどではなかったってことか。なるほどね、美味しいけども。美味しいけどね、なるほど。ああ。というわけで、違いが、はっきりしたんじゃないですか。なんのこれ。これ、飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛ぶぞ。うわ。というわけでございまして、はい、こちらの神栖メンチは 81DIP ということになりました。いや、その数値化もいいんですけど。かなりの数字ですよ。いやいや、数値化もいいんですけど、はい、なんか普通に食レポとかした方がいいんじゃないですか。いやいや、もう数字ではっきり美味しさの衝撃を出した方が皆さんにもね、まあ、伝わるなっていうのを知ってるんですよ、僕は。まあまあまあ、はい、皆さんぜひね、神栖の神栖メンチ、うん、食べてみてください。はーい。
あ、皆さんチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。はい、見て、ピーマン。はっきり、わかります？あ、見える見える見える。これね、うん、ピーマンが入ってなくてもメンチとして美味しいと思う。へぇ、そこにピーマンがいいアクセントになって、うん、さらにこう美味しさを引き出してるという。いや、この食レポ本編で言えよ。お前、ソースいらないもん。いや、この食レポ本編で言えよ。うますぎる。この食レポ本編で言えよ。